はいどうも、ウェブサイトチャンネル、現役のプロが教える YouTube チャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。ということでですね、今回のテーマはこちら。ね、マーカーの作り方。ね、こう、あの、蛍光マーカーみたいなですね、マーカーってね、あのよくね、ブログとかでね、見られると思うんですけども、あの、マーカーの作り方というのがね、今回のタイトルとなっております。ね、えー、簡単な自己紹介を載せておきますので、興味がある方は見られておいてください。今回はですね、マーカーを自由に、自由自在に作る方法っていうふうなね、内容となっております。 はい、ではですね早速ダッシュボードに行ってみようと思いますでは、ね、今回はですねこちらなんですけどもまあまあまあマーカーですねはいまず見ましょうかですねマーカーを自由に作る方法 まあいろんな方法があると思うんですよ。プラグインを使ったりとかですね。まあ、テーマ自体がそもそもマーカーに対応しているようなテーマを使うっていうのも、まあ一つの手だとは思うんですよ。ね。そしたらですね、特にあんま気にしなくてもいいんですけども、ただ、まあ、あの、よいしょ、こんな感じのものですね。マーカー。これね、ちょうどマーカーにね、対応しているテーマなので分かりやすいと思います。こういうやつ。ね。こういうやつです。マーカー。 今みたいにねテーマが対応してたらこのねもうすぐにねこういうとこでねマーカーを引きたいところだけ引くことができるとただしで適用してないからねもう私は無理だみたいなね思われるのはちょっともったいないじゃないですかねここですねこういう風な感じ引きたいとこだけ引くことができると ということであの基本的に誰でも作れる方法というのをね今回はやっていきたいなというふうに思いますはい、まあ、テーマにも左右されずにですね、えー、とまたですねプラグインを使うこともなくですねマーカーを使いたいというようなねことまあ実際はまあそのそうですね機能的なものを使ってもいいんでしょうけどもやり方を覚えておくと結構楽だよというのがですねあの内容となっておりますはい マーカーの引き方自由に色と太さを変えるねなんていう見出しにしましょうかバーンとねはいでマーカーを引く時にね実際このちょっとブロックエディターだとですねスッとはいかないんですよスッとうまくいく場所って探してみたんですけどちょっと見つからずに なので、一、まあ、回ここからですね、HTML として編集っていうのを押してあげなきゃいけないんだろうなと思うんですよ、ねえーと。ここの引く場所から、ここですね、HTML として編集。で、この辺にですね、スパンっていうのを入れてあげるんですよ。あのマーカーを入れたい場所にスパン。ここまでにしましょうか。スラッシュスパン。ね。 スパン、スラッシュ、スパンでくくってあげる。これがね、第一段階。第一段階です。ね。で、このスパンに名前を付けるんですよね。クラス。これ名前のことです。クラスって。マーカー。こんな感じで名前付けてあげるんですよ。スパン、クラス、マーカー。で、えっ、ー、と、ここからここまでだよね。スラッシュ、スパン。というね、名前を付けてあげます。そうすると、そこにマーカーを引くことが できます、ねえーまあ、この段階でですねこのままじゃマーカーが引かれてるかっていうとですねまだねこの段階ではですねマーカーは特に引かれちゃったそうかテーマがあのクラスマーカーにね色がついちゃってるんでしょうね何って感じですよねよし。 そうちょっと長くなりますが Web パンダマーカーにしときましょうかね悔しいけど、うん、これだったらねまだねついてないのでよいしょね何にもなってないでしょ何にもなってない。 そうこの状態をね想定してたんですけども思いのほかですねあのマーカーっていう名前だと確かにみんな使うのでテーマ側がねあのマーカーっていうのはこういう感じにするよっていうね色つけてくれてたんでしょうねさあではですねいきたいと思いますカスタマイズ、まあ、いつものですね追加 CS ですねこっからやっていこうと思うんですけども古テーマがある方は古テーマからやってください 今回マーカーです。ね。ドットマーカー、ドットウェブ版だマーカーですね。はい。これに対して、えーと、今回は簡単です。そうだなー。もう持ってきちゃおうかなと思ってですね。はい。うん。 このウェブバンダーマーカーというものの中にバックグラウンドを背景で入れるんですけども背景でライナーグラディエントのトランスパレントというものかなちょっと読み方わかんないですがトランスパレント0%のここに数字とかですね,あのね色を入れてあげるで今パッと見てもらったら分かるんですけども太いマーカーが入ったと思いますまあマーカーというかこれ背景なんですけどねこの段階では これがトランスパレント0%ゴールド0%これね基本的には両方一緒にあの色を変えていったらいいと思います例えばこれを10%こっちも10%にしてあげるとわかりにくいですね50%こっちも50%にしてあげるとこんな感じ半分の位置に来るもう少しね薄くしたかったら 30%30% 30の位置にしてあげると 逆ですね。ごめんなさいね。70%、70%の位置にしてあげると、ほら、ここ。こんな感じ。ね。もうこれね、一緒って、まあ、思っとってください。その方がわかりやすいと思うので、こんな感じ。で、マーカーを入れることができます。はい。まあ、マーカーだけじゃなくてね、プラス太字にしたかったりとかすると、フォントウェイトをボールド。もしくは500とかですね。 ボールド。なんてしてあげると太くにもなる。ね、でこれで WebPandaMarker ーーという名前のクラスができたんですけどもこれをあの文字の途中文章の途中のスパンでくくってあげる。スパンクラス WebPandaMarker ーーでここまでだよっていうところでスラッシュスパンでくくってあげるとマーカーを作ることができます。でもともとマーカーが ね、あの入ってるなんて言うんてうでしょうテーマ側でできるところってこういう風にね色と太さって大体決まってると思うんですけどもこのやり方を覚えるとですね色も太さも自由自在に変えることができますので結構ですねあのね色も太さも自由に変えることができます。 なのでこのやり方を覚えると何ができるかっていうとですねじゃあもともとテーマでもうマーカー使えるようになってるよとかですねいろんなパターンあると思うんですよそういう場合にこのマーカーを見つけてあげてほら書いてるでしょマーカーアンダーレッドこれは 60%60% 60のえとこの色だよっていうふうなのがあるのでこれをコピーして 持ってきてあげる。で色を変えちゃう。少しちょっとね色が気に入らなかったと赤は赤でももうちょっと新しい赤が良かったみたいなこともあると思うんですよ。ね。めちゃめちゃ赤いも赤が良かったと。そういった時でちょっとねもうちょっと太い方が良かったと。50%ぐらいの。なんてこともこれだったらできます。 はい、ということでもともとマーカーがない場合ない場合はですね先ほど言ったようにここねえー、と文字を書く書いた後にこれを HTML で編集というところを押してあげてスパンクラスなんとかっていうのでですねマーカーを入れてあげるでこのままだとですねやりにくいと思うのでビジュアル編集に戻してあげるともう普通に戻りますので。 でここに微妙に何かあるなってことが分かると。ね。はい。あのー、そしたらそのままですね、いつも通りスーッとね、文字は書いていけるんじゃないかなと思います。そしてですね、あのー、もうマーカーがもともと用意されてる場合っていうのは、もうこういう風にね、えっ、ー、と、マーカーを使ってあげる。ね。色をつけてあげる。つけた後に、 マーカーを CSS で変えてあげて自分好みのマーカーにしてあげるという風なね使い方もできるんじゃないかなというふうに思います。これねもともと機能がついてるものもこれ HTML で見ると要はですねスパンが入ってるだけなんですよ。同じ形でしょスパンクラスマーカーブルーでスラッシュスパン。ね、同じような形になってます。 のでこの一手間をかけるかけ,かけないかだけなんですけどもこれでマーカーを今後自由自在に作ること使うことができるよというふうな内容が今回の内容になっております。 ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。ね、いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にもですね、参考された情報を載せておりますし、まああの、いろんなですね、役に立つ情報ということで、あの毎日毎日アップしておりますので、ぜひねあの、ご覧いただければなというふうに思います。ということで今回はここまでです。